カズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今日私たちはですね、どこに来ているかというと、バイロンベイのですね、ファーマーズマーケットに来ております。はい、いつものようにコアラスタイルで来ているんですけども、先日ですね、お送りしたですね、バイロンベイのクラフトマーケットですね、はい、あの月に1回のやつなんですけども、今回はですね、週に1回毎週木曜日で同じ場所で開かれているファーマーズマーケットにですね、来ております。はい、まあ、ここはですね、観光客向けっていうよりも本当に、まあ、地元の方向けのですね、週に1回の、まあ、地元の農家の方がですね、バイロンだけではなくって、その周りのですね、まあ、マランビンビンだったりバンガローだったりとか、まあ、ファーマーの方がですね、まあ、集まって、まあ、ローカルのですね、まあ、野菜とか果物とか、今ママんとこ行くよ、どこ？ママんとこ行くよ。はい、まあ、フードトラックとかが集まっているような場所になります。はい、まあ、ここでですね、今、今日私たちは、まあ、アボカドだったりマンゴーだったりフルーツ系をですね、調達しようかなっていうふうに思っています。ちょっと歩きながらですね、動画をお送りできればと思うんですけど、まあ、本当にここの町はですね、まあ、バイロンベイっていうのはイルカとか、まあ、クジラが、生息する地域なんですね。はい、なので、まあ、海に農薬が流れないように、もう無農薬なんですね。はい、町が全部無農薬、オーガニックのですね、まあ、文化なんです。なので、まあ、本当にここに住んでる方たちはみんなそういう関心がありますし、やっぱ自然を守ろうっていうですね、もう考え方を持っている人しか住んでいないので、やっぱりすごくこういい街ですよね。はい、まあ、海も綺麗で、空気も綺麗で、で、まあ、人たちの心も綺麗でですね、まあ、本当にこういうところに住みたいなって毎日妻と話しているところであります。はい、まあ、パーマカルチャーっていう風にですね、聞いたことがあるでしょうか。まあ、パーマカルチャーっていうのはこう循環できるようなこう生活環境というか生活文化なんですけども、これはオーストラリア発祥の言葉なんですね。はい、まあ、野菜を育てて、野菜くずをですね、また堆肥にしてですね、雑草をヤギに食べてもらって、でヤギからミルクをもらって、でまた野菜くずはチキンに食べてもらったり、チキンからは卵をもらったりですね、まあ、お肉をもらったりとか、まあ、水は地下水から汲み出したりとかですね、まあ、そういって循環していく、まあ、パーマカルチャー発祥の地でもあるんですね。なので、まあ、やっぱオーストラリア、特にこのバイロンベイっていうのはそういう意識が一番強いところであるので、まあ、本当に移住するんならここかな、それかハワイかなっていうふうにですね、思っているところであります。はい、まあ、もしですね、あなたもですね、こういった、まあ、オーガニックカルチャーだったりファーマーカルチャーに興味があるのであれば、このバイロンベイっていうのは、まあ、一番の街だと思うので、ぜひですね、遊びに来ていただければなと思っています。はい、今いろいろファーマーの方と話したりとかして、どういうふうに育ってるのとか、どういうふうに生活してるのとか、いろいろ聞いてみました。そしたらやっぱりパーマーカルチャーですね。まあ、野菜を育てながら、まあ、野菜を売りながらですね、で雑草をヤギに食べてもらって、ミルクももらってですね、はい、チキンも育てながらみたいな感じで、みんな、朝早く働いて、まあ、昼過ぎまで働いて、あとは海でサーフィンしながらのんびりして、また朝早く起きてみたいな感じの生活を送っているみたいですね。はい、本当に私もちょっとこの町に将来的に移住して子育てにできればなっていうふうには企んではいます。はい、そんな形で今日はですね、ファーマーズマーケット、ファイロンベのファーマーズマーケットのですね、まあ、様子をちょっとお見せしながらですね、ちょっと私の価値観というか考えをですね、お話しさせていただきました。まあ、この旅のですね、写真とか、どういうところでご飯食べてんのとか、どういうところで買い物してんのっていうところが、もし興味があれば、うちの妻のですね、インスタグラムにですね、リンク貼っておきますので、ぜひ見ていただければと思います。写真はちょっとうちの妻にも任せてるので、バイロンベイのですね、いろんなおしゃれスポットとか、まあ、本当にカフェとかですね、結構私たち穴場のカフェとかも行ってるので、ぜひですね、チェックしていただければと思います。下にリンク貼っておきますので、ご覧になっていただければと思います。はい、じゃあですね、マンゴーとアボカドちょっと探して、この後はですね、その後海に行って、まあ、サーフィンでもしようかなっていう風に。サーフィンしてると大体イルカに会いますからね。はい、
楽しみです、はい、ではですね、本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。バイバーイ。ワンちゃん、バイバーイ。ワンちゃん今どこにいるの？ワンちゃん、バイジョンベのマーケット。よくできました。